今馬体をゲートの中に収めました。東海テレビ杯東海ステークススタートしました。もっと一頭落馬、一頭落馬、バインヤール帯の極むジョッキー落馬しています。14頭になりました。ホームストレッチでの先行争いです。10番のプロミストオリアがやはり出ていきました。花に立ちました。そして2番手ですが足の馬体ハヤブサナンデ君です。内からは2番のオーベルニュ、チャンピオンズカップ9着でした。1頭5番のバインヤールは発走直後落馬しています。14頭が1、2コーナー中間点から2コーナーカーベへと行きます。さて先手を取ったのは10番のプロミストウォリア、やはり花を奪いました。2馬身のリードです。2番手に13番のハヤブサナンデ君です。3番手ですが2頭広がっています。外から15番のアイアンバローズ、内からは2番のオーベルニュ、間から7番のウェルカムニュースです。6番手1馬身切れて8番のサンライズウルス、そして内に4番のハギノアレグリアスがいました。前までは7馬身ぐらいの位置です。そして外からは11番のスマッシングハーツ、内からは6番のマリオマッハー、外を回って12番のクリノドラゴンと武豊です。そして後方ですが9番のデルマルーブル、並んでいった14番のゲンパチルシファー、あとは後方2頭です。外から3番のロードリガレス、最後方から1番のビクテオンという体勢です。残り600の標識を通過、3、4コーナー中間点から4コーナーカーブ、10番のプロミストオリアとムルバザイフが堂々と先頭です。2番手に13番のハヤブサナンデ君、ハギノアレグリアスは今4番手の一線直線コースで抜いて残り400の標識を通過しました。先頭は依然としてプロミストオリア、プロミストオリア内楽層いっぱい先頭だ。そしてハギノアレグリアス今3番手から今前を伺う、2番手は13番のハヤブサナンデ君、残り200を通過、先頭はプロミストオリアだ、プロミストオリア、そしてハギノアレグリアス届くのか、ハギノアレグリアスは2番手までプロミストオリア逃げ切りました。ハギノアレグリアスは2番手、3番手13番ハヤブサナンデ君、プロミストオリアとムルバザイフ逃げ切りました。オープフルステークスに続き重賞2勝目となりましたムルザバイフ。